はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画の一方です、シティーズスカイライン、始めていこうと思います。ちょっと新しいマップを、やってみようと思います。コーラブルジェムというなんか南国風のマップですね。これなんだろうな。チャーバー、お前を消す方法。ということで、ブルドーザー、マイルストーンやな。ネットワークアルケミー、パスの変更量、はい、いくつかモッドを入れましてね、変に沿わせる、可能であれば効果利用。なんだデフォルト状態か、必要であれば、まあこの辺はスロープは地形に追従しないと。あとは別にやってることは変わんないな。そんなに元を入れてるわけじゃない。あとファインドイットっていう、これですね、アセットを見つけるツールですね。なんか、ナットガイットっていうモッドは、なんか入れとくとすごいいいらしいです。私今、エピックゲームズ、無料だったんで、エピックゲームズで入れたんですが、エピックゲームズでも、ちょっと面倒ですが、モッドを入れることができます。特定のホルダーがあって、そこに入れればいいっていうことになりますね。さて、どうするかですね。これ、高速だよな。どうしよう。正直、これ、高速いらんよね。出た、デフォルトの道なんでね。あ、これ、消せないんだ、デフォルトのやつって。どうだっけ。まずは、道路を敷設しないとどうしようもないんだな。あ、一通の道路も作れる？作れない。道路を作っときましょう。そうするとできることが増えるんだ。あ、でも最初から高速を作ることはできないんだよな。あと専用道、これナショナルロード、なんかいろいろありますね。歩行者専用道路を作るための、これモッドじゃなくて拡張キット、公式の拡張キットを、今回入れました。そして鉄道はないのかな。鉄道はこれか。この先に鉄道はあるけど、水をどうやって供給するかの問題はあるな。水はこっから供給するしかないから、
歯がないんだよな、問題は。これよく見れば。歯がないな、やばいな。なんかすごい、なんか汚染に汚染されてるような気もする。フェリーがない。フェリーとかも作れないしね。とりあえず、まずは。ね、違うわ。あれ？道路作ったんで。で、電力。電力、風力発電だよな。水天発電量、ここがその発電量が高いとこだ。どっから、意外とだから辛いな。これ水のユーロってどうなってんだ。ん？これ水を流路がないんだ。じゃあ今回給水塔で水を給水した方がいいですね、どうやら。あとは、この辺はわからないんだな。給水塔で水を給水します。排水はどこに置くか。排水はまあとりあえずは水出すしかないだろうなってことなんで、川とかも作れないし、あと暖房管なんかもあります。あ、これポンプ場だけど、給水管ですね、これが。で、電気も作らないといけない。電気は、ここ、走りの部分が良さそうだ。で、難しいな、これ。あ、一通道路が作れるようになった。高速はまだなんで、いくつかある。2車線とか3車線とか。とりあえず選べるんだ。路面状況パワーアップするやつですね。スノーホール DLC で入れることができます。今回導入したのはこのプラザ、ズプロ、プロムナード DLC っていうのを入れました。難しいなぁ、まあとりあえず、ん？あれ？バンド？あれ？なんで？あれ？あ、びっくりした。形で、入れときましょう。なぜこういうことをするかっていうと、高速道路将来的な拡張の余地を残すためなんだけど、まあでも高速道路として作らないだろうな。さあ次です。住宅区域、経済パネルがアンロックされましたとなってます。これはおいおい考えやるとして、で一応こうかな。
この辺をやって、っていう感じかな。ではこんな感じで行ってみましょう。だから2車線道路も作れるが、これは将来的な夢として、で、電力は、ちゃんとやれば大丈夫。あと、なんだこれ。あ、これなんか、国土地理院の地形図から、なんか C2通りの地物を入れられるらしいです。建物、道路や線路だけ入れることもできるし、建物とか区域区分ってなんだろうな。それを区域入れるんで、いずれ、これはやっていきましょう。なんか好きな地域を入れられるんで面白そうです。なんか標高も反映されるらしい。とりあえず、まあ、それに住宅を建てていきましょう。こんな感じでいいかな。で、違う。あ、間違えた。そうだ。延長しないとダメなんだ。で、あと、そうだな、ここはもう電力を作ってやらないとダメだ。こんな感じですね。発電量は15なんで余裕ですよね。今んとこ。外部との出力？外部との出力は問題ないはずなんだが。だって、通話ちゃんと繋がってるから、大丈夫なはずだしな。いいですね、このジャンクション。デフォルトのジャンクションは勉強になります。タービン型っていうんかな。ある程度やっぱり スペースは節約しつつ、どの方向にも行けるジャンクションですよね。速道路は作れない。今147人か。
で、ちょっと伸ばそう。ほんで、お金なんですよね。まあ、お金は、借りればいいんですけどね、最終的には。あ、そう。税金の調整っていつできるんだっけ？税金はまだだ。まだ税金の調整はできない。あ、どんどん来てますね。で、こんな感じかな。水が足りない？これ給水口って制約があるのかな？給水塔って、どこだ？給水塔に電力がいるんだ。そういうことか。給水塔移動。給水塔の電力ってどこにあるんだ？給水塔は、あ、そうか。感じですね。それで多分水が供給されるはず。とりあえずここのだけ。商業区域が設定できるが、入り口だけ入れとくか。うちは商業区域と工業区域が、工業区域ってもう設定できるのか。問題は工業区域なんですよね。でも基本工業区域は、なるべく避けたいですよね。限られた区域につけたい。おっと、新しい区域はここで利用できることになった。新しい区域はここで、本体、新しい区域。新しい区域ってどこだ？いや、まだだ。新しい区域は利用できると思ったら、のせいだった。なんか、ヤシの実みたいなのが立ってる。あ、なんか、これって道って作れるの？あれ？なんかおかしくない？あれ？なんで、区域の設定ができないんだ？あ、なんか高架になってる、強制的に。え、なんで？ちゃんとじりじりに沿わせないとダメ。あ、なるほどね。こういうことか。
強制公開になっちゃってるや。ちょっとお金使っちゃったな、無駄なお金が使われてしまっている。地下なんかないよ。これ落とす。あ、やっぱり玄関あるんだな。これってまだ設置できないよな。大丈夫かな、水は。まだまだいける。電力は？限られた区域で商業区域作っといて、商業区域も全然需要がないよな。学校ってまだ作れないしな。人は全然来ないし、人も全然やってこない。ぐらいまで作っときましょう。で、あと8つぐらいの敷地作っとけばいいだろう。こうやって工業も作っとくと、住宅の需要もちょっと復活しましたね。一応やっぱり隣接するように作った方がいいです。どこに商業を作るかが難しいな。まあ現実に工業は可能そばに作っちゃいましたけど、これ間違ってるな多分。実際は間違いで、間違いだこれ。あ、間違ってるこれ。道路は
住宅はなるべくジャンクションの近くに作った方がいいです。工業地帯は、住宅はだから反対で間違ってた。全部撤去。反対にする。ただ怖いのは、ここに、工業地帯は ここに作りましょう。醤油タイル、一旦これセーブ、新規セーブしましょう。新規セーブで今日の日付を書いといて、なんていうとこだっけ、コーラルジェムってとこですね、今回は。
でも都市の名前はラスベガスなんですよね。さあ需要は？までかな。で、中間あたりにのエリアで作ればいいと思うけど、こんな感じかな。なんかすごい木が立ってる。木も普通の木じゃなく、南国の木ですね。ね、温帯の木じゃなくって熱帯の。面白い。まずここぐらいまでは普通に工業地帯作っていいんじゃないかな。ここまでだな、でも。商業地帯をどうやって作るかだよな。商業地帯は、悩むけど、まあ、こういうふうな作り方でいいんじゃないかな。で、一応水を作っていう感じか。一応水を作って、お金がな、今209人、電力は全然余裕ある。浄水道も問題なし。霊柩車バニラ、ゴミ収集車バニラ、霊柩車バニラ、いろいろありますね。これもあのモッドで、こんな道路があるんだ。アセットでどうも実際の車があるみたいですよ。プリウスとか。まあ、あ、ちょっとこれ使えないんだ、もう。工業地域はダメなんで、
あ、いや、ちょっと待って、電力が、電線を引かないとダメだ。よく見ればこれ1通の、分からんな、なんだろうこれ、パーツ、高速道路は最低限でいいかもね。じゃあ大丈夫だ。金がちょっとな、足りないよな。今もう住宅地がみんな欲しいって言ってるんだろうな。なので
ないかな。簡易の道も引けるようになった。どんどん増やしていきます。やばいな、これ。よく考えるや。勾配がすごいきついところにあるからもったいない。でもまだ整地はできないからな。どんどん排水が出ていきます。工業排水が、海がどんどん、見てください、汚くなっていきますね。でも川がないんですよ、まともな。これほとんど、よく見てくださいよ。あ、さあゴミとの戦いが始まります。まず税金を上げましょう。9% ですが、12% まで一気に上げます。これで、稼ぎます。焦りは禁物だな、で、まあ、多分。工業地帯を増やさないとダメだ。
応スイムのスピードを調整したり変えることもできます。すいません、なんだっけ、あ、信号を付け外したりできるってことですね。 TMPE ってどうだっけ、ここで TMP ってどうだっけな。TMP って道路交通だよな。交通シミュレーションらしいです。これが TMP というモッドは。信号機の調整とかできます。とね、やない、そうそう、ゴミと戦いが始まるからゴミ処理場を作っとかないとダメです。ゴミ処理場は工業地帯作りましょう。ここに置いとこう。これでゴミ処理の車が出てきて、埋め立てに行きます。ゴミ、早くゴミが溢れていますっていうマークが出ますからね。対策しないといけません。信号の付け外しもできる。信号、あと信号の細かい設定もできる。車線矢印の変更ができて、右折禁止とかができると。あと、ビークル、なんだっけ、ロース、規制が起きてる。
40キロか。速度制限をつけます。まあ、上書きしなくていいと思うんで、これは、これ何？交差点の制限。できるが、感じかな。とにかくどんどん車じゃないわ。スプレー、車じゃない道路をスプレーって言ってます。あ、間違えた。こういう風に島があるんですよね。この島を結びに行くか結びに行かないかっていうのは悩みどころですね。だって作ったとこであれじゃないですか、お金だけかかるじゃないですか。なんだ？外部と接続。商品を輸出して輸出はほとんどあれだよな。ガソリンだろうな。商品を輸入してるんだ。ガソリンっていうよりは。おっと、結構消費電力がやばくなってきてるぞ、ここへ来て。三つ目を作らないとダメだ。でもそろそろ、チェンジの時期です。51メガワットになります。これで、維持費が週560。ちなみに風車は80か。6で40。ん？ 6 で40。しかも石炭の輸入もいるからな。6、80ってことは7倍だな。まあ6の7倍は42だけど、まあ最大8だけど、まあ、表面上コスパ悪いように見えるけど、スペースを取らないのと、しよう。
表面上コスパ悪く見えますけど、いい部分もあって、ここら辺みんな撤去して、そしてここにつなげます。じゃあ水はまだ大丈夫、そしてまだ 2% 使用なんで、ここゴミがあるんだ、まだシリーズスカイラインやってますか ?2 なんかもありますからね。2やっても面白いです。なるべく高速は、前のマップだと高速作ってたけど、高速作るのやめます。なんだ、あ、学校作れっていうのか。学校作りましょう。学校はどこに作ればいいか。ここはダメだ。ここは、あれだから。将来的にコースを作るから。こっち側はダメなんだ。こっち側に道路を作っちゃダメなんだ。あ、でも、低層住宅だったら作っていいのかな、高速は。ん？何？新しくアンロックされた何かがある。これ診療所か病院ですね。作っときましょう。作ったらあれですね、一応地価が上がる効果がある。病気になった際に出してくれます。住宅どうしようかな。まあ、まずここまでは住宅作っとこう。ここも作っていいだろうな。ちなみに、店員は300人だから、まだ、これからだろうな。水が足りないって言われてる。つまり、ん？いや、ああ、水足りないんじゃないや。水は足りなくない。もう下水がまあ問題なんですよね。この下水なんだけど、気にな
になるのは、なんか、どんどん溜まっていくんじゃないの？何？あ、病院か。4400人達成したら、とりあえずこのゴミ焼却場を早く作らないといけない。あ、ちなみに、さ、日本版もあるんだよな。48,012。27、水が192。でもは一緒だよな。さ、1440の3万なんで、騒音が、騒音も一緒だから、デザインの差のみです。これに、モダンジャパンコンテンツクリエイターパックっていうのが入ってると、それが入れられるってことになります。いや、ゴミ収集はあるんだよ。あるんだけどな。とりあえずお金がそんなに今ないんや。だんだんとあの住宅来てますね。あ、そうか。そりゃそうだ。これなんでゴミ溜まるんか分かった。深さを一定の単位で変えられます。あ、そういうことか。これをいやおなく橋脚にして、あ、まずモードと
地上モードと、でもこれ便利ですよね、地上モードって。で、ここで橋脚モードにして、これ多分、いけるんだ。なんで電源が足りないんだ？ん？ここは、接続しないんだ。これはまずい。せっかく作ったのに。うん、これまずいな。あれ？あかんやん、これ。水はあるんだけど、浄水場だから水がここで足りないんだ。とりあえず
どうしましょう。これ給水塔やばい。あ、給水塔が。給水塔問題あるんですよね、実は。この土壌汚染を見ないとあかん。あ、一応助かってはいる、土壌汚染は現時点で。点数のにも費用が足りないっていうか赤字になってるやん。これ電線も敷けないし、施設がレベルアップしました。今どこにあるんだっけ。これは困ったな。そうだよな、電線引けないんだよね。そして開発されないから相変わらず電気が通じないんだ。廃墟になってしまいました。ちょっとこれ融資ってできるんだっけ。できるね。借りましょう。で借りて一回ストップ。するから、電力は足りるはず。
え、二人いるはずだよな。あれ？ソーラーバッテリーだ。え、なんで電力足りないんだこれ。立ててるよな、あれ？なんで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 電力足りないって言うんだ？あれ、出力全然出力されてない。なんで？なんで？水は大丈夫やのに。水とかは全然大丈夫だし、水いるんだけど、水は大丈夫なはずなんだが。なんで？なんで？石炭が送られてこないから？あ、しまった。動いてないんだ。ちょっと間抜け。ああ、通じてない、ここが。
やって。こういうことだよな。水がちょっと足りないんで、これちょっとお金はプラスになった。大丈夫？まだまだ大丈夫だ。
難しいな。あ、なんか立派な村になって新しい家開拓できるようになった。なった。あと、消防署警察署が作れて大規模な小学校っていうのができるんだ。なんだこれ、家族連れが大きい賑やかな地域やから高層ゾーンってことだよな。あとユニーク施設を建てられる。これだ、ユニーク施設。なおね、ブランデンブルク門か。なんとかの像とかありますね。あと、なんかいろいろあるけど、まあまだ建てられないですね。日本のビルなんですよね、この辺は。見れば分かる通りか。公園とかまだ建てられないな。ダメだこれ。これって盛り土とかまだできないんだよな。そうそう、こうなるんだよな。電車が急すぎるって言うけど、まあ 7% か。で、水を作る。違うわ、間違えた。
だから。まだまだいける。あれ？維持費をよく見よう。160、416。生徒数が800人に対して300人。道路アップグレードできるが、まあ順調ですよね。までかな。でも高速に近いんだったら。
大丈夫だよね。うん、届くよね。なんだ公共サービスって警察か。まあ先に消防立てましょう。あでも工業地帯建てた方がいいな。これしい工業施設が建つって言ってるな。あ、公園が建つんだ。黒にはなってるね。あれ？ああ、犯罪か。犯罪があるから警察立てろって言われてます。ね、一応ね。これは立てたくないんだけど。まあ、立てざるを得ないよな。水は大丈夫、まだ大丈夫。汚染とか大丈夫。だんだんとあの水の汚染度が広がってます。これでしばらくは。そうは見や分かる通り。さっきペンダーまあまあ高いみんな。でも知ったこっちゃないが。あ、なるほど。森林が結構取れるんだ。森林業の工業をやればよいってことになる。あ、一方。開発はできるみたいな。ただですね、レジャー施設は建てない。汚染度見てよ、ポリューション。まだ及んでないな、ここに。だからまだ大丈夫なはず。ちょっと移動してもいいかもね、この水のとこは。水は傾斜が急すぎるとダメで、
大規模な小学校の建築はせないでください。だって、今1229人か。とにかく人口増やしたいよね今は。実際需要の方もまだ住宅地の方が需要が高いです。あ、ただ商業地も結構あった方がいいんじゃないかなと言われてます。商業地建てましょう。やっぱり汚染が見てみると土の色も変わってて汚染とかが広がってますよね。公共交通機関はまだないんだ。消防署も作った、病院も作った。死んでないからこれからだ。ここ悩みますよね。まあでもここに関しては、このゾーンに関しては、こう増えるとだんだんとこの辺のゴミの埋め立て地の処理量もでかくなっちゃいますからね。
お、ちっちゃな町になった。確か、サッカー場が作れます。レベル2のユニーク。公園がここから作れます。公園を作ると地価が上がります。あとは、まあ、いろいろ道路が加わったり、水が作れたりするけど、パーク、日本庭園、ちっちゃい公園が基本だよな。高校が作れるようになります。どうなんだろう、高校って。フェンスが作れます。集計が、あ、集計、まあ、いわば単純に言えばあれですね、これじゃ、何の歩道の方じゃなかったっけ、違うか。ロックじゃん。え、何これ、水がない。なんだこれ、この公園とリクレーションってなんだ。幸福度、健康度、わからん。お金かかるからな、条例って。お金がかかる。公園を作、公園一つだけ作ろう。なんかいろいろ広場を作れるんですね、これ。なんか、街灯が作れるんだ、ブロックで。わからんけど。作れるとか結構限られるのか。誕生日広場。バスケットボール、バスケが繋いだ愛。水路は作れる。これが気になるんだよな。水路な。確かにいいこと。水路はいいけどな。水路はいいですよ。いいですけど。
でもこう、まあいい。こんな感じで作ればいいけど、まあ、公園一個作りましょう、まず。普通の公園でいいだろう。これね、維持費なんだよな。小さい公園と小さい遊び場。あ、急車は急すぎるって出てる。そうなんだよな。観光客？まあ行ってない。校舎エリアを設置、これか。交通がない。何、地区を作れ。校舎エリアを、要するにサービス拠点の手間は必要です。だってあとはこれ地区ですね。今のとこまだわからんな。完璧の母を作れ。水際が必要です。完璧じゃない、多分必要ない。水際は結局必要なのか。堤防も水際？堤防も、堤防は水際じゃ、水際必要なわけではない。一応これ作っとこう。で、維持費ってかかるんだよな。1セルあたりのお金はかかる。
ここは痛いのね。この程度。ね、ここら辺を、逆に埋めるっていうか、標高を上げて、やってしまえばいい。補足か。基本的な道路。装飾のある道路はまだ作れない。あとは公共交通機関しかない道路ですね。で、なんだ。高速道路接続してるやんか、町をちゃんと。まあ渋滞したら初めてつなげばいいと思う。全然来ないし、もしそのまま渋滞するんだったら、19% だからまだまだだろうな。なんでこのゴミのあふれがひどいんだ。なんでアップデートできないんだ。あれ、なんで。
あ、間違えた。したってやってる。そりゃそうだ。いや、間違ってる。20% だよな。
病人はほとんどいない、死亡者もほとんどいないから、多分今はここだまだ大丈夫だと思う。ひとまずここで終わりますか。2時間ちょっとやったんで十分でしょう、これで。11時過ぎてるんでね、まあなんていうか新しいエリアのスタートということで、まあ今日照らさずにというところですよね。一応切っとこう。ということで、まあ、2代目の水をいずれは作らないといけないけど、
じゃあ2代目の道を作らないといけませんが、まずは感じでシンプルに、まあ、5番の目で作っておきました。道を作って、手前に工業地帯、真ん中に商業地帯、高速道路入り口ってことですね、に工業地帯、次に商業地帯で、それから工場やん、工場みたいなのが多いけど、これ謎なんなんでしょうね。鉱石みたいなものかな。ここにもなんかありますね。あ、これは違うわ、地形だ。あと鉄道もあるんで、それらを生かしながら工業、住宅、商業と作っていきたいと思います。はい、ということで次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。 TwitterX アカウントのフォローもぜひお願いします。 Twitch の、フォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。